旅も順調だと何もなくて退屈だってばよ。大和隊長、なんかない？青葉のおっちゃん。木の葉のみんなどうしてっかな。また誰か来ねえかな。おはよう。早いね。おはようございます。戦争も近いし、腕は磨いておかないとね。はい。もっとも、あのナルトをめぐっての戦争って言われてもいまいちピンとこないけど。ナルト君、今頃どうしてるかな。ご当地ラーメンでも食べてんじゃない。結構お気楽そうだったわよ。日向様、そろそろお時間です。何？今日は一族の集まりなんです。我ら日向一族は木の葉の中でも大きな役割を担っている。来たる第四次忍海大戦でも木の葉の感知タイプとして任を受けるだろう。配属は様々であろうが、事態の急には誰かが一族をまとめなければならない。だが私は後詰めと言われており、花火はまだ実戦に出すには若すぎる。ネジ、前線ではお前が一族をまとめてくれ。尊敬の日向様がいるのに。ネジの実力は一族の者皆知っているだろう。頼むぞ、ネジ。どうかお考え直しを。この数年の日向様の修練ぶりは日安様もご存知のはずです。あのペインに一人で立ち向かっていった心の強さもあります。俺に頼み？何です？あの私に中堅の稽古をつけてください。しかし日向様は宗家。宗家は花火が継ぎます。ナルト君は白彩様と修行に旅立ちました。その間、私もできる限りの修行をしたいんです。俺の教えは厳しいのかそうでないのか分かりませんが、それでよければ。お願いします。
見事です、稲田様。確かにあれはこれから伸びる才かもしれない。でしたら。だが日向ではなく忍びの資質としてあれは長には向かぬ。どういう意味です。日向は優しすぎる。隊長の私が任務に出られなくなったから第8班は事実上解散してしまって、みんなバラバラで任務に出ているようね。あなたたちには悪かったと思ってる。許してくれる？はい、ありがとう。女同士は話が早くていいわ。木場や篠だったらこうはいかないもの。そうですか？そうよ。あ、日向か。鹿丸くん。どうも先生。忙しそうね。任務帰りっすけど、綱手様や親父たちほどじゃないっすよ。里の外に出てたの？テンテンと一緒に補給物資をナルトたちの船に届けに行ってた。え、ナルト君に？元気にしてたぜ。だから今朝テンテンさんが。さくら井の長寿も任務先で偶然会ったらしいな。ああ、そういえば綱手様がお前を探してたぜ。任務かな。さあな。紅先生、また来ます。ナルトのことになると相変わらずね。で、名前は決めましたか？え？その子の。いろいろと考えてるわ。綱手様！ブイユー。ここが、こうなると、ああなって。綱手様は？ああ、綱手様なら今、この時間はどちらだったかしら。あ、そうね。予定だと暗号部だけど、予定通りにことは運ばないでしょうし。行ってみます。よろしく。綱手様ならもう行っちゃいましたよ。そうですか。暗号部では今忍び連合が共通で使う暗号コードの作成中なんですが、予定より遅れていると一喝されました。次は食料の備蓄状況の確認に行くそうです。行ってみます。はい。綱手様ならもう行っちゃったわよ。どうした日向、ここの手伝いに来たのか？うん、そうじゃないけど。もっと人を回してほしいぜ。次から次に食料が来やがる。戦争がどれだけ続くかわからないからね。ったく。綱手様、次は任務を確認するって言ってたけど。綱手様ならもう行っちゃったわよ。テンテンさんは任務でナルト君に会ったんですか？うん、補給品を届けに行ったわ。他にも、そういう任務って。私に聞かれてもね。綱手様は次は医療班の視察だって言ってたわよ。行ってみます。うん。綱手様来られないって。え、後で報告だけしろって言われてるわ。ここはみんなに手伝ってもらってるから。お薬の知識なら少々あります。僕は兵糧丸の係だよ。あ、いたいた。お、おーい、テンテンさん、どうしたんですか？今日さ、みんなで集まってパーッとやらない？焼肉屋あたりで。焼肉行く行く。いいですね。あんたたちはお呼びじゃないの。なんで？だって女の子たちで集まろうって話だものね。女子会やろうよ。戦闘部隊は第1から第5まで各々の能力に応じて各部隊に振り分けるが、奇襲部隊といくつかの支援部隊は別途要員を振り分ける。木の葉の忍びと他の里の忍びとのバランスを取りながらだ。そう、矢継ぎ早に言うでない。もう少し年寄りをいたわらんか。年寄りだから当てにしている。ほう。あんたらは二つの忍界大戦を戦い抜いた世代だろ。その経験を次の世代へ生かしてほしい。やれやれ、下手に長生きするものではないな。二人はまだいい。酒もギャンブルもやめて、私がこれだけ真面目にやってるのに予定がこなしきれないのは仲間がいないせいだと最近つくづく思う。お前たちの世代は過酷だったからな。
そしてお前の同期が特に失われた。こうなってみると、あのオロチマルですら懐かしい。あれがおったところで木の葉に味方するわけがなかろう。すまない、愚痴を聞かせたな。そのためのご意見番だ。会議中のところ、すみません。どうした？大王様が相談したいことがあると。やれやれ、これだから予定が進まない。あの、綱手様。ひなたか。何か任務でしょうか。いや、日足から報告があったが、前線におけるヒューガの統率はネジに任せたと。はい。だがそれは決してお前を軽んじているからではない。お前はお前のやるべきことをやっていろ。今はそれでいい。綱手様、時間が。ああ。でも父は、私では力不足だと思っています。焼肉球再開したんだ。予約入れてあるから。タン塩、タン塩、新メニュー女性限定レディースセットだって。これお得よ。お得って響きに弱いのよね。ぶっちゃけホルモン好きなんですけど。飲み物は決まった？じゃあすいません、オーダーお願いします。今日はよく集まってくれたね。向こうが女子会ならこっちは男子会だよ。思う存分食べて生や。大名様は何の相談であった？あれが相談なものか。自分たちの待遇の話を、これでもかこれでもかとしつこくしつこくごまごまと。今日はこれで終わりだ。静江、飲みに行くぞ。お酒は控えるのでは。今日は飲む。乾杯。乾杯。で、これ何の集まり？戦争の準備ばかりで毎日慌ただしいでしょ。たまには息抜きしなきゃ。うん、そうね、たまにはいいかも。通常の任務はすっかりなくなっちゃって、準備だけの毎日よね。ぶっちゃけ誘ってもらって嬉しいんですけど、皆さんどんな関係なんですか？あれ、なんでこのメンバーよく会うんだったっけ？同じ時に中任試験を受けたメンバーだからじゃない？あ、そうそう、それだ。まあ、同期みたいなものだし、合同任務も多かったから。中任試験か。よくも私の邪魔をしてくれたわね。お互い様よ。正直、忍び連合って言われてもいまいちピンとこねえな。カルビもロースもハツもニノもレバーも、一つの皿に盛り合わせにするってことでしょ。バラエティでお得じゃない。焼肉と一緒にすんじゃねえよ。砂とはともかく、木の葉と他の里はこれまで仲良くやってきたわけじゃねえだろうが。雲とは何かといろいろあったと聞いている。ま、確かにな。木の葉だけじゃねえ、他の里の間でもいろいろとあるんだろうよ。どこの里も他の里に何かしら恨みを持っているのは間違いない。それでも連合を組むと五影が決めたんですよ。それだけ暁が強力だということです。あ、戦場に出たら思いっきり戦うだけなんだけどよ、その時隣にいるのが知らない奴だってのがな。人見知りするタイプでもないだろう、キバ。うっせ、匂いを覚えるのがめんどくせんだよ。このメンバーが揃うとあの時の任務を思い出すね。結局あの時の中任試験は途中で中止になっちゃったのよね。あ、この葉崩しの時ですか。いろいろあったけど誰も欠けることなく揃ってるんだから、結構優秀な世代なんじゃない？私たち。そうね、いなくなったのってサスケぐらい。あ、余計なことを言っちゃった。おーい、戻ってこーい。あの時か、サスケを連れ戻そうとして失敗した。あれだな、なぜなら俺を連れて行かなかったからだ。お前まだ根に持ってんのな。きつい戦いだったけど、みんなでなんとか切り抜けたね。ああ、あれはあれでいい経験だった。ああ、落ち込みっ子が二人になっちゃった。
落ち込んでなんかいないわよ。中二試験は出てよかったと思っています。ネジには負けたけど、ひなた頑張ったもんね。あの時応援してくれたから、ナルト君が応援してくれたから頑張れたんです。ナルトか、意外性はあの頃からあったけど、まさか里を救う英雄になるなんてね。はい、今度は私たちがナルトを守る番ね。私たちがナルト君を。バカなところはあの頃と変わらないけど、ほんと。あ、そこ焼けてる。食べましょう。お、やっと食欲出てきた。はい、もっと力をつけないと。トントロ、お待たせしました。トントロトントロ、豚になるわよ。何言ってんの、コラーゲンよコラーゲン。誰か足りねえと思ったらナルトか。ナルト君がいれば勢ぞろいなんですけどね。今頃何してやがるかな。焼肉食べてはいないよね。海の上だろうしな。魚、今日もまた魚。たまには焼肉でも食いたいってばよ。魚は肉だ、肉肉。次は肉を魚が早すぎる。砂でしょ。ここらで腹に何か入れんだろうが。こんなばかりで今日はどうして。砂で様、まあ女子会です。女子会だ。むずるむずる。でも砂で様は女子っていうには、その、胸か、胸がでかすぎるってのか。とりあえず焼酎。それとりあえずじゃないです。で、どうしたんだ、好きな男の話でもしてたか。うんうん、中二試験の頃のこととか、主に昔話です。こんなご時世ですからね、たまにはみんなで集まって騒ごうかなって。そうか。どうぞ。ひなた、さっきの話だが。もう大丈夫です。私のやるべきことが分かりました。みんなのおかげです。お前たちはいいな。よし、お前らギャンブルをやるぞ。姫様ゲームだ。砂で様、姫様どれど。テンテンは女子会に砂で様まで呼んだんでしょうか。大胆すぎるぜ。ストレス溜まってんだな、五代目。食べた食べた、久しぶりに焼肉満喫したよ。一時間行くぞ。どうする。お礼帰るは明日早いんだ。私も仕事に戻ります。はい。なあ、俺も今日中に片付けときたいことあるし。すみません砂田様、今日はこれで。締めのラーメン。まったく頼もしい奴らだ。はい、よし、朝まで飲むぞ。砂で様のつもりだったが、仕事に戻るぞ。はい。ネジ兄さん、私もっともっと強くなりたいんです。今のあなたは十分に強い。今度の戦争はナルト君を守るためのもの、もっともっと力が必要なんです。強くなりたいんです。私はナルト君のおかげで前に進むことができたから。ひなた様と同じです。俺もあいつに自由にしてもらった。お帰りなさいませ。ただいま。
私なら大丈夫です。ありがとう。こうは戦場では宗家のあなたが一族をまとめ上げるべきです。今は宗家も分家もありません。ネジ兄さんが適任です。力を合わせなければ勝てる戦いではありませんから。激マヨ先生、なんか久々に生き生きしてんな。もちろんだ。足元の踏ん張りの効くこの感触、最高だ。ま、次の港までなんだけど。ところでナルト、港で小耳に挟んだんだが、最近偽物が出るらしいな。偽物？一体何の偽物だってばよ。次回のナルト疾風伝は、参上、偽ナルト。誰だお前。